もしもし、お電話ありがとうございます。こちら昭和の黒電話でございます。天才子役として知られ、かつてはバラエティ番組ロンドンハーツの格付けし合う女たちに出演し、毒舌キャラで話題になっていた女優の杉田香織さん。数年前まではテレビで見ない日はないほど大活躍していましたが、最近はテレビメディアから離れているようです。また俳優の石立哲夫さんとの知られざる絆が話題になりました。今回はそんな杉田香織さんの現在について調査しました。最後までご視聴よろしくお願いします。1964年11月27日生まれで、東京都のご出身。1972年の舞台、春の坂道でデビューすると、同年のドラマ、パパと呼ばないでで、チーボー役で出演。すると、天才子役として評判になり一躍ブレイクします。その人気に後押しされるかのように、13歳の頃には個人事務所を立ち上げています。個人事務所設立後はアイドルとして活動するもうまくいかず、1年で個人事務所を解散し、300万円の負債を抱えることになってしまいました。借金返済のために芸能事務所に所属した杉田香織さんは女優として再スタート。そして出演した3年 B 組金八先生で中学生にして妊娠出産するという難役を見事に演じきり再ブレイク。続けて池中玄太80キロへの出演と挿入歌の鳥の歌も大きな話題となりました。今度こそは女優として着実に実力をつけていくと思われた杉田香織さん。ところが父親が作った1億円の負債を抱えたり、女優としての仕事が激減するなど苦難の日々を過ごすことに。杉田香織さんは女優の仕事が減ったことで、それまではあまり出演していなかったバラエティ番組にも進出。すると歯に衣着せぬ毒舌が人気となり、3度目のブレイクを果たしました。1972年のドラマ「パパと呼ばないで」では俳優の石立哲夫さんと共演されています。このドラマは姉の突然の死により姪を引き取り育てることになったお気楽な独身男が、子供の扱い方が分からず戸惑うものの、次第に情を通わせていく姿を描いたストーリーで、石立哲夫さんは杉田香織さんが演じる姪の千春の叔父安武右京役を演じています。アフロヘアに甲高い声で「おいチーボー」と姪の千春を呼ぶセリフは大きな話題となり、以降アフロヘアは石立さんのトレードマークとして親しまれたのでした。この時天才子役として石立さんと共演した杉田香織さんは、2012年、人生が変わる1分間の深い話、元天才子役 VS 現役天才子役深い話6番勝負2時間スペシャルに出演された際、当時の石立さんのエピソードを語られています。杉田香織さんによると、石立さんはドラマ初出演だった杉田香織さんにとても厳しく、パパと呼ぶんじゃない、本番以外は石立さんと呼びなさい、子供でも役者として1対1で勝負しているんだから、撮影所に入ったらプロ意識を持ってやりなさいと、当時7歳だった杉田香織さんを一切子供扱いしなかったほか、ドラマのイメージが崩れるからとの理由で、ドラマ以外の仕事は一切やらないようにしてくれ、俺もやらないからそれは約束してくれと言われたのだそうです。こうして石立さんから役者としてのプロ意識を教わった杉田香織さんは、その後も数々の人気ドラマに出演されるも、ドラマの宣伝が目的でもバラエティ番組の出演は断っておられたのですが、30代半ばになると仕事が激減、もう役者としてやっていくのは限界なのかと思い悩んでいたちょうどその時、突然石立さんから「今度バラエティ番組に出るんだけど、一人で喋るのは心細いから一緒に出てくれないか、これからの時代はいろいろできなきゃダメなんだよ」と電話がかかってきたそうで、杉田香織さんは石立さんの優しさを心から感じ、もちろん快諾。実は石立さんはこのオファーを受けられた際、僕一人だとちょっと、でも杉田香織と一緒ならいいですよと
杉田香織さんとの共演を条件に承諾されていたそうで、1999年バラエティ番組踊るさんま御殿スペシャル石立哲夫に2人揃って出演を果たされると、杉田香織さんはこの時の放送で大ブレイク。以降杉田香織さんにはバラエティ番組のオファーが殺到したそうで、杉田香織さんは番組の中で本当に仕事がない時に心配してくれて声をかけてくれたことがすごく嬉しかったと涙ながらに語り、今バラエティで活躍できるのは石立さんとさんまさんのおかげとおっしゃったのでした。その後も旧財閥の家系で会社を経営する鮎川淳太さんと結婚や離婚、6歳年下の会社員との再婚など多くの話題を提供した杉田香織さん、ところがここ数年はその姿を見かける機会が減っています。その理由が母親の介護。杉田香織さんは母親を介護するために仕事をセーブしていたのです。 COPD という肺の病気で生涯等級1級となった母、当初は杉田香織さんと妹で介護をしていたそうですが、2015年に妹が結婚して渡米、その後は杉田香織さんが一人で面倒を見ていたそうです。母親の介護を始めた頃は杉田香織さんは芸能活動と介護の両立を目指していました。ところが頑張りすぎたために貧血で倒れることが何度もあったんだとか、このままだと自分が潰れてしまうと感じたことで芸能活動をセーブ。杉田香織さんの母は2018年1月6日に永眠しました。最後の4年半はずっとずっと一緒にいられて幸せでした。お母さん本当にありがとうございました。親孝行したい時に親はなしとはよく言いますが、十分すぎるほど親孝行をした杉田香織さん、きっと母も杉田香織さんに見取られて幸せだったことでしょう。そんな杉田香織さんは現在田舎で農業生活を営んでいるのだそうです。40代になってから体調や体型が気になっていたそうで、45歳までに痩せて美しいアラフィフになろうと決意し、約70日間で 10kg ものダイエットに成功。体重が減っただけでなく冷え性や頭痛も改善されたそうです。この時杉田香織さんが行ったダイエットはオーガニックダイエット、無農薬の野菜や果物を皮ごと低速回転するジューサーで、ドリンクにした酵素ドリンクを摂取していたんだとか。このダイエットがきっかけとなり、自分が食べているものがどうやって作られているのか気になったそうで、それならば自分で作ろうと農業を学び始めたそうです。今も畑を借りて自然農法で無農薬野菜を栽培しており、さらにはベランダでお米まで育てているそうです。一時期のすさんだ生活が嘘のように健康的な日々を送る杉田香織さん、日本健康マスター検定に合格し健康マスター名誉リーダーに任命されたことを明かしています。そんな杉田香織さんは東日本大震災をきっかけに母の実家である福岡県糸島市に移住。自然が多く博多駅や福岡空港も近い糸島市は移住したい街ナンバーワンとも言われています。杉田香織さんは福岡県糸島市で松尾康子さんという方と出会っています。肥料や農薬を使わない自然農をしていた松尾康子さん、この出会いが杉田香織さんが農業を始めるきっかけの一つとなったようです。杉田香織さんは今も福岡県糸島市に住んでいると思いきや、現在住むのは湘南。母の介護も湘南の自宅マンションで行っていたそうです。湘南も自然が多いので農業ができずに困るということはないでしょう。自然に囲まれて余生を過ごすのが一番の贅沢と言えるのかもしれません。これからも健康的な生活を送りながらマイペースに活躍し続けてほしいと思います。お電話いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価、可能であればコメントもお待ちしております。またのご利用を心よりお待ちしております。